あ、ちなみにブログのネタでもしたことないですけど、岩見聖地巡礼の旅に、富士市と行くというような企画もありましたからね。完全にそっちの方のやつのお手伝いさんみたいな感じでね、アッシーさんみたいな感じで来ました。綺麗、めっちゃ綺麗や。待てよ、ちっちいいぞ。攻撃力相当高いよこれ。はあ。ニヤス脳性強化。なるほどね。ここですからね。なるほどなるほど。放射分量好きなんですかね。あれかな、学校かなんかが近くにあるのかな。こんな感じだと白雪ですしね。商工会議所も、あ、ほんでここが商工会議所か。結構立派な建物ですね、ちゃんと、うん、はあ、じゃあこっち一応ペットショップある昔ながらだ。すげえ、わあ、ワンちゃん休憩中なんだ。やべえ、暑い。あれ駅か。ああ、着いた着いた。税務署まで、ああ、全部なんかひとまとまりにまとまっとって便利ですね。言うて離れてるとこが四日市も言うてそんな歩いていける距離に集まってないですもんね。うんうん、あ、で、これか。ホームスタートに入ってきて。線が、すげえな。強そうだ。あ、で、駅かな。ここかな。へぇ、食事とかとかもあるんだ。はぁ、駅とか、渡ってたらいいな、これ。あ、ここ飛んだよ。あー、うわーって、ここも、ここも現役だよ。わー、いや、なんだよ。あ、もう行列というか。ああ。強い。ああ。自家製干物売ってた。面白いな。コーヒー屋さんで干物売ってんだ。へえ。すごい干物の町なんですね。おさむさ。で、これも駅前か。着いたー、駅間散歩完了。または戻口の買い求めの上お答えください。ちょうど特急する。お客様は終電の9時前に9分のお待ち合わせ。場面は以上、東方面参ります。特急下崎14号東大1号14号の待ち合わせ。
出ていくか。一番乗り場。あ、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、どこ？丹後寺で。おお。どこか。今日渡ったり感じかな。いいですね、宮瀬橋。あちらも面白いのか。あ、合成の振り方があれなんですね。3214なんですよね。このさっき列車待ちしとった時も思いましたけど、4だけ飛んで向こう側なんですね。不思議ですね。へー、よし。かな。あ、温泉まで、もうちょっと待って、宮津いいな。あ、そっか。もともと昔だったら、あれなんでしょうね。京都から旅に出るってなったら、で4番乗りはここからさらにこう上またいでこっちから行くんだ。え、何？なんかすっげえ空気ドクッドクっすね、ここ。すごいな。で、次はこっちと。で、4番のところは宮津と福知山の間を行き来している宮福線の普通列車があそこ使って、折り返し列車ねは一番乗り場に来るような感じなのかな。あ、すいません。次の単語で自由席ってどっち側ですか。真ん中のあたり、分かりました、はい、ありがとうございます。あったね、こっちに。亀島駅みたいな感じですね。こっち側にエレベーターが作ったって。こっちはやっぱ昔からの歴史があるんでしょうね。手前の木造のやつよりも奥のやつのこっちの方が古そうだよな。で、後から手前の方を作った感じがありますよね。へー、さっきから何回か通ってるんですけど、こんな感じだったんですね。お乗車の際、列車とホームに段差がございます。お足元にお気をつけください。ただいま。ということは、こっちが来たんです。はい。